ございます。はい、トーク動画久しぶりでございます。本当に、はい、皆さんお元気でしたでしょうか。いや、すいません、ノーメイクで。はい、実はですね、今回私の大好きな海外コスメブランドでもあるミラニーのコレクションですね、今日はやっていきたいと思うんですけれども、まあ、この挨拶、最初の挨拶動画を撮っていたんですが、なぜか音声だけ入ってないなと思って、あ、撮り終わった、あ、編集しようかなって思った時に、あれ、音声入ってないよって思って、もうすっごい落ち込んで、まあ、メイク落とした後だったので、もうしょうがないから、もうノーメイクだけど撮るかと思って、再録画しています。再録画を。はい。また再録画をしています。はい。アイハーブの時と一緒のように。はい。そういうことなので、はい。ずっとやりたかった企画だったんですが、ミラニーの、本当にミラニーすごい買ってて、皆様にぜひぜひご紹介したいなと思って、やっていきたいと思います。今回は、パート2、あ、パート1とパート2で、分けてご紹介していきたいと思います。はい。ノーメイクですけれども、はい、それでは行ってみよう、レッツゴー。それではまず今日はじゃん、イエーイ、リップスティックをご紹介していきたいと思います。これはミラニーのステートメントリップスティックというもので、まだこちらですね、発売されてそんなに立ってないみたいです。はい、で私もですね、Facebook のいろいろサイトとかちょっと見てて、色味がすごく気に入ったもの、とりあえず 1,2,3,4,5 本買ったんですけれども、スウォッチしていきたいと思います。まず1本目はですね、これからの夏にぴったりだね、スウィートネクターという色をですねご紹介していきます。イエイ、はい、色味はですね、わー、あらまあ、あらまあ、もう本当に真オレンジですね。塗った感じがこんな感じですね。はい。だから、これからの夏にぴったりですよね。本当にぴったりな明るいオレンジです。はい。これをちょっと、ビーチなんかでつけていっちゃったりなんかしたら、もうクイーンですよ。もうクイーン。もうクイーンですね。はい。Are you Venus? Are you fire? みたいな。よくわからないけど、よくわからないけど、はい。そんな感じですよね。ちょっとこう、ビーチのプリンセスみたいな。まあ、私このスイートネクターは、もうすぐこの色味を見て、もう絶対買っちゃおうと思って、もう本当にオレンジ大好きなので、速攻で買ってしまった一本ですね。何よりこのステートメントリップスティック、すごく匂いがいい匂いなんですよね。そう、スウィーティー、ほのかな甘いスウィーティーな香りですね。なかなか日本の口紅ではこういう香りってないと思います。はい、そしてお次はですね、こちらもオレンジなんですけれども、オレンジジーナというお色になります。さっきのオレンジよりもちょっと暗めなんですね。夕日みたいな感じ。そう、夕日みたいな感じ。夕日みたいな感じですね。はい、それではつけてみましょう。 Here we go。はい、つけた感じがこんな感じです。はい、さっきのスウィートネクターよりもちょっとその赤みがかったオレンジというか、そしてですね、若干ゴールドシャイニーな感じですよ。ゴールドラメが入っています。はい、だからまあ夏にもバッチリ使えるんですけれども、塗り方によっては多分秋とかにも使えるような色なんじゃないですかね。はい、ちょっとだからスイートネクターよりもちょっと大人な感じですね。はい、こっちがスイートネクターと、こっちがオレンジジーナで、こっちがスイートネクター。若干ちょっとね、色が違いますね。はい。イエーイ、オレンジジーナ。そしてお次はですね、ローズヒップという色ですね。ちょっと青みがかったローズピンクみたいな感じですね。わお、めっちゃ綺麗。はい、塗った感じがこんな感じです。はい。なんか私こういう色って、ほんと塗ってみたかったんですけれども、なかなか塗る機会がなくて、いや、もうこれから塗ろうっていうことで、買っちゃったんですけれども、まあ、青みがかったローズピンクというか、まあ、すごくなんか、ちょっとドーリーピンクによりちょい濃いぐらいな感じの色味になってますね。はい。しかし本当にね、これ、ステートメントリップスティック、本当に発色がいいです。そして柔らかくって、スルスルっと塗れるので、すごいいいですよね。うん。綺麗だ。イエイ、ローズヒップ。
そしてお次は、真っ赤な口紅買ってしまいました。ハイボルテージというお色ですね。はい。ほら。もう綺麗な赤ですね。はい。塗ってみよう。はい。塗った感じが、こんな感じです。本当に綺麗な赤ですね。なんか私、あまり赤い口紅って普段そんなにいっぱいつけないんですけれども、いや、この赤に関しては、やはり、はい。もう一目見て衝動買いですね。はい。でも赤いリップって本当にやっぱり女子力を上げてくれる色なので、やっぱ一本持っていても絶対に損はないかと思いますね。これは04番ハイボルテージという色です。イエイ。はい。そしてお次の最後ですね。だいぶもう何度も塗って落としたりしてるんで、ここら辺のコンシーラーがちょっと落ちてきてるんですけれども、はい。最後のお色はですね、前回っていうかちょっと前のメイク動画でも使わせていただきました、11番フルーツポンチという、本当に綺麗な明るいピンクです。えい。春にぴったりな明るいピンクですね。そして普段使いでも十分使えるお色かと思います。はい、塗ってみよう。はい、塗った感じがこんな感じです。やっぱこういう明るいピンクっていうのは女の子がすごく好む人が多いんじゃないかなっていうピンクですよね。女の子って感じ。もうガールだもん、私。ガール、まあガールだけどね。ガールですけど、まあ、ちょっと大人なガールです。はい。ということで、私のミラニーコレクションパート1は、こちらのカラーステートメントリップスティックをご紹介させていただきました。はい。それじゃあパート2もお楽しみに。バイニャン。ビーチのプリンセスみたいな。あ、やべ、あ、